こんにちは、ハンディ YouTuber のエリカンです。そして今日は境界地の YouTuber のナンバさんとコラボしています。ナンバさんにめちゃめちゃ聞きたいことがあるので今からね聞こうと思います。ご紹介よろしくお願いします。ナンバさんと申します。 YouTube で活動してて、2年2ヶ月ぐらい活動してるんですけど、境界知能っていうものについていろいろ発信したりとか、あと発達障害とか、あとうつ病について、発信してます。あとは Twitter とかでなんか同じ関係のものについて発信してます。中学時代どんな感じでした？陰キャでしたね。はい、そうなの、はい、どこら辺が陰キャですか？なんか普通に隅っこに座ってる回とか、あんまり会話に参加しない派だ。普通にはしゃいでるというか陽キャの人を見て羨ましいなって思ってる。でも南波さん中学生の頃なんかモテてたみたいな。モテてはないんですけど。でもなんか女子に囲まれてたと、はい、ちょっと幻想かもしれないです。中学時代の部活は何かされてました？部活は卓球してました。似合いますね。似合いますか？、はい、似合います。全然イメージ湧きますね。マジですか？はい。高校時代は何か部活されてたんですか？高校時代は夏休み入るまで卓球やってたんですけど、ちょっと顧問の先生と合わなくて、っていうのとなんかラケット持つ右手がちょっと震えてしまうようになって、大変でしたね。イップスみたいな感じで、でなんかそれが重なってちょっと衝動的に、やめました。ちなみに顧問の先生ってどんな感じでした？急に詳しそうに見えて、あんまり詳しくないというか、行動はしないみたいな。診断されたきっかけと YouTuber 始めたきっかけは？正社員で勤めていた仕事があったんですけど、5年半ぐらい勤めてたんですけど、辞めて有給休暇をもらってた1ヶ月間があったんですけど、そこでなんかうつ病の診断をしてみようとなぜか思って、診断したらうつ病ですっていう風に言われたのと、発達障害の傾向があるって言われて、そこから発達障害の診断を受けて、そこで発達障害とあと境界知能っていうのが分かって、うつ病とか発達障害とかそういう人たちに向けて、なんか自分が今まで感じてきたこととかそういうのを発信したら言ってもらえるんじゃないかっていう浅はかな理由です。今後の活動楽しみにしています。南波さんの苦手な科目と得意な科目って何ですか？苦手なのは、一番は数学で、理科とかも苦手でした。得意な科目、国語とあと社会、英語とか、はい、すごいですね。なんか国語って今でも生かされてるなと思ってまして、本の執筆活動にすごい生かされてるのだったりだとか、と動画作る上でなんか喋るなんか情報提供にすごい生かされてるので、すごいなって思いました。はい、ありがとうございます。ちなみにテスト0点は取ったことありますか？0点は多分なかったと思います。なるほど、はい、そっか。ただ普通に数学で赤点とかは取ってた気がします。普段の日常生活で困ってることはありますか？例えば賞味期限切れの食べ物をうっかり食べてしまっちゃうとか。賞味期限切れのものを食べてしまうってことはあんまないんですけど、お金の管理がちょっと苦手で、衝動的に買ってしまうっていうことが結構あるんですね。それもちょっとクレジットカードとかを使うんですけど、クレジットだと、自分が使ってる感覚がないというか、薄いので、上限額いっぱいまで使っちゃったりとか、こういうお金の管理とか、あと書類の管理とか、も結構苦手で、これいるのかな、いらないのかなって判断することができずに、そのままにしてるみたいな感じ。分かります。もし差し支えなければで大丈夫ですけど、身長が多分170ぐらいでしたっけ？184です。そうなったの？嘘。知らなかった。知らなかった。それで体重なんか何キロでしたっけ？体重が70ぐらいです。軽いですね、めちゃめちゃ。そうか、なるほど、それでスタイルが良くてスラッとされてたんですね。
今後の目標とかありますか？あ、なんか教会チームの方が集まれ、なんか当事社会っていうのがちょっとまだ日本に少ないなっていうか、近々コラボ動画をきっかけに、はい、お、楽しみにしてます。しようかなと思っておりますので、はい、お、楽しみです。ぜひ、はい、期待にお答えできなかったら申し訳ないですが、めちゃめちゃ期待してきます。最後に、同じ発達障害を持っている方に何か伝えたいことはありますか？今悩んでる方は、周りにもし相談とかできる人がいなかったりとか、なんか同じ人がいないって思い込んでるかもしれないんですけど、なんか実は結構いたりするんで、なんか自分で抱え込まずに人に相談したりしてさらけ出していきましょうという話。南波さんの YouTube や SNS 書籍は概要欄に貼っています。もしよかったらぜひ遊びに来てください。南波さんは優しくて穏やかな方でした。実は私は彼の発信によって救われた一人なんです。私は IQ70 の軽度知的障害グレーゾーンの境界知能を持っています。当時の私は一人暮らしするのがすごい憧れでした。でも仕事も勉強もできない自分には一人暮らしなんて無理なんじゃないかなって思っていました。自分は普通の人じゃないから無理だよねって思っていました。何度だって一人暮らしする夢を諦めようと思い込んでいました。自分には無理かもしれないって思い込んでいました。そんなある日、 YouTube で南波さんの動画を見つけました。動画を開いた彼は語っていました。障害があっても一人暮らしすることは可能なんだよ。実際に彼は一人暮らしなど成功されていました。そして赤丸裸に自分の過去を語ってくれました。気づいたら私は諦めかけていた夢を捨てないで持ち続けることにしました。絶対に地元の田舎から離れて絶対に脱出したい。いつか東京に住みたい。都心寄りに住みたいな。都心ならマイノリティな Y を受け入れてくれる環境が絶対にある。絶対に一人暮らし成功したい。マイノリティな人にもっと出会いたい。そしてチャンスは突然訪れました。とある視聴者さんが都心寄りのお仕事を紹介してくれました。仕事決まんないんならうちで働きなよって私は思いました。これって一人暮らしするチャンスじゃないかって。そんな時に私の脳裏に流れてきた映像は彼の発信動画でした。障害があっても一人暮らしはできるよ。ワイは迷いませんでした。21歳の誕生日に憧れの都会に上京しました。憧れの夢を叶えれたおかげは南波さんや YouTube を見てくださっている視聴者さんたちのおかげです。本当にありがとうございます。はい、ということで、ムスさん、この動画遊びに来てくれて本当にありがとうございました。ムスさん、今回の動画どうだったでしょうか？感想コメントを楽しみにしています。オリコンチャンネルでは取材活動など行っています。取材しても OK だよっていう方は DM にてお待ちしております。ということで、皆さん、この動画遊びに来てくれて本当にありがとうございました。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、次回のオリコンとお会いしよう。バイバーイ。